皆さん、こんにちは。こんにちは。今日は最近のこの猛暑日の中に、はい、ゴルフどうなのかっていう、ああそういうところですね。はい、まあ最近ですね、まあ、競技ゴルファーの方がですね、はい、まあ、ある試合で、まあ、熱中症で倒れてしまったと、はい、まあ、ニュースも見てですね、まあ、どうかなってちょっと思うところをまあ喋っていきたいなと思います。はい、本当にひどく暑くさ、まあ、36度8度、はい、まあ、多分あれ日陰で測ってそんなもんだから、まあ、日を浴びてるともう40度近いね、暑さの中、はい、多分やってるんだけど、はい、ちょっとやばいですよね。いやもう本当になんか火傷するような感じがもう日に浴びてると感じるので、感じるよね。これは本当にまずいなっていうのは、うん、まあ、僕今27ですけど、うん、27の僕ですら感じてるので、うん、そうだね、はい、まあ、だからやっぱり僕らこうやって見てくれる視聴者さんがねたくさんいるんで、はい、まあ、注意喚起というか、まあ、したいなと思って、まあ、やっぱりそのゴルフ来てまあね最後までやり通したいとか、はい、わかるんですけど、まあ、この暑さの中なかなか、まあ、慣れていても、まあ、倒れる方がいるぐらいで、本当にゴルフ場では毎日のように、まあ、救急車が来て、はい、まあ、熱中症で倒れたりする方がねたくやっぱりいるんですよね。はい、だからやっぱりこうちょっと頭痛いなとか、まあ、少しそうやって感じた時には、まあ、休む勇気というか、はい、もう本当にちょっと頑張ったらさ、その後ね、まあ、一生こう棒に振るというか、うん、そういうこともあるから、はい、まあ、やっぱりその辺ちょっと注意してゴルフしてほしいなと。まあ普段からゴルフ場来たら日傘さすとか、はい、まあ、こまめに水分補給するとか、まあ、そういうことをしていかないと本当に倒れてしまってからでは遅いんでね、はい、まあ、気をつけていただきたいなと思います。どう思います、この暑さの中、まっちゃんだったらやっぱり来てさ、はい、やっぱ1日通してやりたいよね、普通ゴルフはね。いや、やりたいですよ。やっぱり、うん、皆さんって本当に月に1回2回、うん、で、まあ、この言ったらこの遊びというか、うん、これを楽しみに毎日仕事頑張ってるので、うん、まあね、うん、やっぱり最後までやって、まあ、みんなと、うん、まあ、もちろん友達とか、うん、まあ、いろんな方とはゴルフだとは思うんですけど、やっぱこうその瞬間瞬間を楽しみたいっていう気持ちは、ね、まあ、あるか。やっぱどうしても最後までね、はい、やりたい感じあるんだけど、まあ、やっぱり特にこの夏はね、まあ、お酒、あ、まあ、朝からビールとか、まあ、お酒、まあ、ビールなんか特に飲むと利尿作用ありますから、はい、まあ、飲んだ以上にね水分が体から出ていっちゃうから、はい、本当に危ないというか、あ、まあ、お昼気持ちよく飲めるんだけど、やっぱりこの時期のビールって最高なんですか。うん、まあ、最高だね。あ、まあ、最高だからやっぱ飲んじゃうんだけど、はい、まあ、夏はね気をつけないと。あ、そうなんですね、うん、やっぱりで、まあ、余計楽しくなって分かんなくなってくるからさ。あ、そうか、うん、そっちでまた楽しくなっちゃうんですね。うんうん、だから、まあ、ちょっとこう僕たちの動画を見ていただいている方は、まあ、その辺気をつけてこの夏をね、はい、まあ、なんていうかな、そういうのを倒れないようにして乗り越えていただきたいなというふうに思います。はい、はい、話は以上です。いやもうね、なんで僕らはこうやって座って今日急に動画撮り出したかっていうと、はい、もう今4時ぐらいなんですけど、そうです、もう暑すぎてもう撮影できなくて、いや本当にやっぱ最近、うん、まあ、4時とかになってくると、うん、結構風も出てきて、うん、暑さもだいぶ気温も下がってくるはずなんですけど、まあね、今日はもう全く落ちないので異常でさ、異常な気温ですね。日陰にいないと、はい、もうそれこそそんな人のこと言ってて自分倒れちゃうみたいなことがあるから、いやここ今この場で倒れたら、うん、助けられるの僕しかいないですよ。そうだね、はい、電話して、まあ、そこにすぐ病院あるからすぐ来てもらってでもまあ一応プレー中だったりすると、うん、まあ、前後のお客さんがいたりとか、うん、まあ、もちろんキャディ付きで、まあね、お客さんがいたり一緒に回って組の方、うん、でいると思うんですけど、うん、これもし僕が一人で練習してて、うん、倒れたりとかしたら、うん、もう本当におしまいですよね。おしまいだね。だからまあ気をつけないといけないね。まあ、皆さんはなかなかそういうことないと思うんだけど、まあ、この熱中症に関してはねかなり気をつけていただきたいなと思います。まあ、僕らもこう水であったりとか、はい、まあ、あとは僕らはまあクエン酸取ったりとか、まあ、そういうのもしながら、まあ、やってるんですけど、
まあ本当ね、塩タブレットとかもいろいろあるんだけど、はい、まあ、そういうのをしてこまめに水分補給という感じだね。いや本当にさっきワッホーさんが言った通り、日傘をまずさして、うん、なるべくそのなんて日に当たってる時間を減らして、うん、で水分補給、そうだね、はい、をすることが多分一番いいと思うんですよね、うんうん、やっぱ日に当たってると自分が思ってる多分何倍も疲れてるとか、疲れてるね、疲労してると思うんで、うん、で熱も持っちゃうじゃないですか、熱持つしね、だから余計水分も出ちゃうんで気をつけないとね。だからもう、まあ、日焼け止めとかもね、やっぱり塗った方が、まあ、次の日、まあ、大丈夫だったり、まあだいぶ体の体調はマシだったりするんだけど、はい、まあ、すぐ取れちゃうっていうのもあるけどね、汗でね。あ、それはありますね、うん、まあ、僕よく知るアームカバーとか、はい、まあ、ああいうのもかなり有効なんで、まあ、そういうのしてっていうのもいいね、確かにね。いや本当にもう、うん、この時期は何でもどんなアイテムでも本当に使用して、うん、使用してね、はい、自分をこう、まあ、守るというか、うん、楽しく一日プレイするための、うん、何かこうやっぱそういうアイテムは必ず、まあ、そうだね、はい、やってもらいたいですね。まあまだ6分ぐらいなんで、まあちょっと、まああとはまあ別のテーマというか、まあちょっと喋ると、まあちょっと前ね、やってちょっとこうだったんですけど、はい、ゴルフ保険ね、はい、あ、ゴルフ保険とかもやっぱりみんな入ってるのかなと思って、はい、やっぱりゴルフ保険、まあ、僕らはもちろん入ってるんですけど、まあどうなん、この熱中症で倒れた時とかどうか分かんないけど、まあ、打ち込みとかさ、はい、まあ、相手に怪我させた時とか、はい、まあ、ホールインワンもそうですけど、まあ、一番大事なのは相手に怪我させたりだとか、ね、した時に、まあ、やっぱり保険入ってないと、まあ、やっぱりまずいし、はい、まあね、保険会社挟んでくんないとトラブルの原因にもっとなっちゃうから、まあ、今1日ワンデー保険みたいなのもあるし、はい、まあ、ゴルフやるときはそういうのも入ってほしいなと思いますね。まあ、ゴルフ場で、まあ、カートの事故だったりだとか、まあ、そういうのもやっぱ気をつけないといけないし、まあ、それは保険で降りたりはしないと思うんだけど、はい、やっぱり自走式のカートでね、ゴルフしてるときはやっぱり運転気をつけないと、まあ、結構やっぱりこのカート事故起こすと、まあ、カート代をね請求されるっていうのも、まあ、もう当たり前じゃないですか、はい、まあ、カート借りてるわけだからね。だからその辺も、まあ、運転気をつけたりとかも、まあ、して、やっぱり日々のプレーちょっと気をつけていかないと、はい、まあ、楽しいゴルフが楽しくなくなっちゃうからね。いや本当そう、カート事故本当に、うん、やっぱりちょっとこうなんて危ない道というか、うん、やっぱり本当に徐行のスピードで行かないと危険な道とかも、うん、あるからね、ありますもんね、うん、やっぱちょっとこうどうしても勢いに乗って、うん、出しがちなんだよね、出しがちなんですけど、うん、でなんかこう自然にブレーキがかかるカートもあれば、あ、そこまでかからないカートとかもあったりするわけじゃないですか、うん、だから本当にもう自分で常にこう気をつけてね、はい、やっていかないと。まあ太平洋のね、成田コースなんかは、まあ、基本的にキャディ付きじゃないと、まあ、自走できないんで、はい、まあ、基本はリモコンなんでね、その辺は問題ないんですけど、まあね、今セルフのコース多いしさ、まあ、やっぱり気をつけないとね、気をつけないと、はい、まあ、最近だと結構乗り入れできたりするコースも、できたりするからね、多いんで、うん、確かにね、はい、で結構フェアウェイからカート道に行く時とかも、うん、結構危ないと思うんですよね。段差あるよね。段差ありますね、うん、まあ必ずしもフラットとは限らないので。ああ、なんかお前今日真面目な顔して喋ってんな。いやいやいや、なんすか。これ BGM 入ってます？入ってないさ。え、なんか真面目な顔して喋ってっけど、いや結構お子さん真面目な、いや、やっぱサングラスしてっからね、そう見えてるだけだと思うんだけど。いや、そう、やっぱ表情が見えないって怖いですね。かなりちょれてますけどね。あと、まあ、はい、なんかまあ、こうやって喋ってる動画、ついでにね、こうあれなのが、まあ最近、ドレスコード？ドレスコードとかにもついてちょっとこう、思うんですけど、はい、なんか、まあ僕らはね、まあ最近は、こう、成田高専撮影するときとか、はい、まあ、まあ基本的に長ズボン履いてまあやろうかみたいなね感じではあるんだけど、そうですね、でまあプライベートのゴルフはほとんど短パンだし、はい、まあなんていうのカジュアルな感じで行くけどさ、はい、まあ最近カジュアル化みたいなのが結構進んでるじゃない？進んでますね、はい、進んでるけどどう思う？あれ俺さ、まあ、この間太平洋の野中コースでさ、はい、まあ、石川遼プロイベントのトラビナスマシュミの服の、はい、まあ、イベントで、まあ、カジュアルで、
まあ、あの服はカジュアルで、まあ、あの T シャツみたいな服に短パンでゴルフするみたいな、いやちょこされてイベントだったよね多分ね。はい、あれどうなのかなと思って、まあ、あのまああれはさ、石川遼プロは、まあ、キャルウェイ契約で服もトラビスマッシュ、はい、あれだから、まあ、ああいうイベントにね多分やってるんだけど、どうなのかなと思って、うん、まあ、俺はさ、基本的に男の人が、はい、あのゴルフの時に短パンでシャツ出してゴルフしてるのあんま好きじゃねえんだわ。まあまあ、真子さんもそれは昔からですね、うん、そうそうそう、はい、でもそれが別にいい、まあ、世の中だいぶ良くなってきてカジュアル化みたいな感じであれなんだけど、はい、まあ、あんまり好きじゃないのね。はい、みんなどう思ってるのか、みんなやっぱそう思ってんのかね。まあ、やっぱりみんなどちらかというと、うん、まあ、今のスタイルにこう馴染んでいるような気はしますけどね。あ、そういう感じだ。まあ、だから一応俺らはその短パン履いた時もまあシャツ入れて、そうですね、まあ、ゴルフしたりするんだけど、まあ、なんかそう、まあ、僕もやっぱりどちらかというと、うん、やっぱシャツを出してるのはなんかこうあんまり良くないっていうね、まあ、昔からのそういう、まあ、僕たちは特にまあなんかありますよね、うん、やっぱり、まあ、そうやって先輩に教えられてきたし、はい、まあ、僕とかがこうやっぱり仲良くさせていただいてる先輩はやっぱりあのゴルフするときは短パン履いててもまあシャツ入れてまあゴルフしてるから、はい、まあ、あの僕はまあ、うん、そうやって出してゴルフしないんだけど、はい、みんなどう思ってんのかな、まあ、コメントくれればいいと思うんですけど、まあ、それはなんか時代にああだこうだとかっていうのもあると思うんだけど、うん、はい、うん、まあその場所場所によるのかな、まあ、言ったら、まあ、言ったらゴルフ場の中でも、うん、そのクラブハウスの中とプレー中ではちょっとこう違うっていうか、プレー中はまあ仮に出してたとしても、うん、クラブハウスに入るときは入れるとか、うん、あね、なんかまあそういうのをでもちょっと違うのかなっていう、あ、ね、あのなんかの記事で見たんだけど、まあ、やっぱシャツ出してゴルフしたりすると、はい、まあ、熱が逃げるから、あ、まあ、ちょっと違うとかっていうのも聞いたんだけど、はい、ね、って感じまあ、うん、暑いですよ、まあ暑いけど、まあ、もともと暑いじゃん、何度もどっちにしても暑いですよ、ね、暑いじゃんね、はい、だからその辺がどうなのかなと思ってて、はい、まあ、最近、まあ、まあうちもね、まあ、言ったらこのポロシャツ販売したりしてやってるけど、はい、まあ、いろんなメーカーさんがいろんな服出してるじゃないですか、はい、もうあの普通にねこうシャツみたいなのもあるし、ありますね、まあ、ズボンなんかで言うと、まあ、ツアー選手とかも最近はもう多いけどさ、なんかジャージみたいな生地にただベルトの紐がついてるだけのさ、はい、まあ、ああいうパンツとかもあるわけじゃない？ありますね、まあ、だ時代がそうなってきてるのかなと思うんだけど、なんか、まあ、俺とかさたまにこうなんていうの、まあ、結構ドレスコードが厳しめのゴルフ場とかにもそのお客さんに連れてってもらったりとかもするじゃない？はい、だから、まあ、普段から気をつけてたし、やっぱりまあそうやって言われてきたからあれなんだけど、まあどうなんだ、みんながみんなそうなってきたら、まあやりやすくはなると思うけど、その格好でその流れで、まあ、誰かなんか誘われてちょっとドレスコード厳しいって時に、はい、怒られるじゃん結局。まあそうですね、怒られます ね、うん、まあ、ジャケット着ろとまでは言わない、ジャケットまではみたいなね、そうですね、うん、そうですね、特に夏とかはね、はい、でもなんか服装とかはちょっと思うよね、まあ言ったらなんかイメージ的には、うん、やっぱスーツっていう感じもちょっとあるじゃないですか、やっぱそのなんていうんですかね、まあ、皆さんで言うと、うん、仕事の時はまあスーツじゃないですか、うんうん、僕たちの仕事はこのゴルフなんですけど、まあね、うん、まあ、スーツ着てる時にシャツ出てる人いたらどう思うかっていうところも多分皆さんに例えると、ね、確かにね、まあ、俺らプロゴルファーみたいなのやっぱそれ見てるね、はい、だからそうですね、そうだな、だらしなく見えるのかな、ボタンとかも僕たちまあ
一番上は閉めないですけど、うん、まあこの途中のボタンはもちろん閉めるじゃないですか、ね、うん、でもこれもスーツで言ったら、うん、じゃあボタンがバッて開いてたらどう思うのかっていう、ね、そのスーツで例えた方が皆さんは僕たちが見てる目線ってそういう感じなんですよっていうのが伝わるかもしれない。まちゃんよくシャツ出てるよね。ちょっと出てる、そうなんですね。だからよく閉まってるんですけどね、よく閉まうんですけど、それはこうちょっと贅肉の問題ですね。そうなのかな。まあでもなんかその辺さ、はい、まあゴルフ場ってまあ遊びに来てるからっていうのもあるけど、まあちょっと気をつけた方がまあ俺はいいなって思ってるんだよね。思ってるタイプ。いいそうですね、うん、いいそのまあだから場所場所によってっていうのも、そうそう、で練習場とかは別に何でもいいと思ってんの。はい、うん、まあ、練習場はもう練習場は何でもいいと思ってるし、まあ、もっと行きやすくようにした方がいいと思うんだけど、ゴルフ場はなんか僕がね、まあ仮にね皆さん、はい、まあ、視聴者さんたちがまあ、コンペ開くんでワッホーさんちょっと来てもらえますかみたいな感じで行った時に、はい、なんかまあみんな僕が好きそうじゃない格好でみんなしてたら、はい、あもうこのコンペには来たくないなって思う感じするじゃない。はい、まあ、それ逆の立場もありますよね、うん、まあね、はい、ワッホーさんが、うん、もうシャツ出して、うん、なんかウイルスみたいな感じでそのコンペ来たら、うん、なんかね、コンペ その主催者の方が嫌じゃないですか、なんかね、はい、うん、せめてね、まあこの間その、まあ、カジュアル化みたいな話聞いて、はい、まあ、俺はそうやって思うタイプだから、うんね、まあ皆さんはうちが主催するコンペするときはちょっと気をつけてほしいなと思いますけど ね、 そうですね、チェックつきますから。あの人そうか。なんか限定式みたいな。うん、まあまあでもそういう、はい、まあそうですね。まあでもそうだね。そんな感じかな。うん、まあいろいろちょっと喋りましたけど、まあなんかこの間ふと思ったことがあったんで、なんか。石川遼、まあでもあれ記事に出てたから全然まあ俺らも名前出して言うけど、はい、でももっとこうカジュアルになればいいみたいな感じで言ってたけど、でも多分あの場は石川遼プロはシャツ出してゴルフしてるけど、はい、多分出してゴルフしてないからね、まあ、普段はピシって、まあ、見られてる側だしね、はい、うん、まあなんか僕もあんま出してる印象はないよね。ないですね、うん、プロゴルファーって結構そういうとこあるから、うん、まあ時代なのかね。まあでもちょっとまあ皆さんはどう思ってるのかもまあコメントもらえればな、まあ、そういう意見聞いて、はい、そうなんだって多分まあ僕は思うだけですけど、まあ、くれればいいなと思います。時代ですね、時代。まあね、まあそんな感じで今日はちょっとまあとりあえず熱中症のね、はい、ことについてやっぱ言いたかったというか、まあ、この間そういう距離でまあちょっとその倒れて、まあ、お亡くなりになってしまった方がいたんで、はい、まあ、ちょっとその、まあ、皆さん本当気をつけてくださいっていうところから、はい、まあ、ちょっと、まあね、こうやって動画も多分、まあ、1万回2万回、まあ、見てくださると思うんで、はい、皆さん気をつけてゴルフやってください。はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。いや本当気をつけないとね。いや本当もうこれまだ4時半ぐらいなんですかね、うん、まだ暑そうですよ。なんかこの日差しがなんかもうジリジリしてるのがもうやっぱり、まあ俺ら、まあ俺今年さあんまりゴルフやれてないけどさ、はい、まあ松本とさよく早朝っていうか午前するとかね、はい、言ってたもんね。言ってましたね。午前する、本当に、まあ、でも分かんないです。やっぱりスルーで行った方が、うん、僕たちは楽と感じるじゃないですか。まあね、逆に言ったらやっぱりあの50分でも1時間でも、うん、しちゃうわ。お昼ご飯ちょっとやっぱお腹、うん、やっぱお腹すくと体力落ちるじゃないですか、うん、ちょっとお腹にやっぱり、まあね、入れて休んだ方がいいって方もいると思うんですけど、最初の今日さなんか喋っててさ、はい、松本の例えなんか切れなかったね、微妙だったね。なん
だったんですか。あのスーツの件とかいまいちあれだったんだけど。じゃあ何言ってんのかなと思いながら。なんか。うん。いやそんな、うん、まあ一応そううんうんって言ってたけど。言ってんのかなと思って。刺さってなかったっすよね。一瞬たりとも刺さってなかったね。何をわけわかんなくて言ってんだろうと思って。スーツ取れたらわかりやすいかなと思ったんですよね。僕たちが見てる目線で言えばっていう。いやなんか切れがなかったね今日はね。いやもう熱中症っすね。熱中症か。今日朝何時から出勤してんだっけ。朝もう5時だ。5時15分には太陽にいます。太陽にいるからまあもうすぐ12時間いるわけだね。はい。キレすらなくなってくるよね。キレなくなってきますよ。家にいる時間よりゴルフ場の時間の方が長いですからね、うん、まあね、はい、まあ、仕事して。まあでもまだ管理とかは逆にあれか、まあそうやってもう普段からこの炎天下なんか仕事してるから。そうです、ね、結構みんな気をつけてやってるからもう大丈夫大丈夫。もう慣れですよね。あやっぱりもう朝早い時間だとちょっと涼しいんですよ、うん、まだ。あ、まあそうなんだ、はい、このだから日中って、まあ、お客様プレイしてるじゃないですか、うん、だから仕事やっては休んでやっては休んでなるんで。あ、意外に大丈夫なんだ。意外に多分大丈夫だと思いますけど、まあ、でもやばいですよね。まあやっぱりさすがにこうね、太平洋もこの真夏はやっぱり少しお客さんも多分減ってくるだろうし、まあ、今日なんか日曜日、はい、だけど、まあ、まあ俺が来たのは3時過ぎだけど、はい、まあ、車ちょっとだいぶもういなくなってたから3時過ぎだともう最終組も上がってきてるぐらいですから ね、まあ辛い時期ではあるよね。辛い時期ですね。いいですか。でもゴルフできるだけいやなんか削ってってんじゃん。今日もうずっと何か言うたんびにお前はいいじゃんゴルフできんだからいややっぱりゴルフできないなと思って、まあ、ちょっとカンカンって打つぐらいはさ、はい、できるんだけどさ、ちょっとじゃないですからね。でも言ってもさ10発打ってないじゃんまだ1日まあまあそうですけど、ね、だからやっぱりさこうやれるだけマシだよなと思って、いいなと思って、まあ、調子乗るとやっぱり次の日停止さ。いや危ないですよ、うん、本当に松本に飛距離だけ負けられないからね肘立っても。いやなんか一発目打ったらちょっとこうすぐそこいてね曲がってないですか。ちょっとやっぱり軽く打ちすぎたらもうすぐそこ入ってたもんね。で2球目はちょっと力入れて打ったじゃないですか、うんうん、で僕打ったら、うん、まあ、意外と近くまで行ってたんで、それからちょっとなんか次のホールもちょっと力入れてたもんね。むしろ いつもより飛んでるんじゃないかなっていう。最近はよく転がるね。これはもう本当にだから下が乾燥してるんで、うん、芝生も確かにね、はい、やばいですよ。まあもうそろそろね梅雨明けだろうけど、もう梅雨明けなのかなんだか分かんないです ね、うん、ね、雨降ってないですもん。雨降ってないもんな、はい、今年空梅雨だな。なんか去年もそんな感じじゃなかったですか。去年のこと覚えてないわ全然。肘痛くてナーバスタイトル。いやまあでも本当気をつけないとダメだ。まあもうあと15分ぐらいしたら大丈夫かな。15、20分したら撮影できるかな。どうするどうするシリーズね撮っていきたいと思います。あれ好評なんですかね。あれは視聴者の多くには刺さってないんだけど、はいはい、俺たちをよく見てる人たちに刺さってるね。あれはそんなに刺さってないけど、はい、あれでももうよく見てる人たちはもう言ってると思う多分どっかでどうするえどうしたんすか急にみたいな。どうするっつってキャディーさんたちがちょっとハマってましたよ。キャディーさんだから言ってる人いると思うんだよ。どうするって言ってる人結構多分出てきてると思うんだけど、あれをやっぱり定期的にやっていくと、はい、もう多分どうするが多分みんなの中でハマってって今年の冬っていうかもう年末にはもう流行語大賞取ってると思う。YouTube の中の YouTube 流行語大賞取ってると思うんで、それ嬉しいですね、はい、まあ皆さんどんどん使ってしてください。はい、よっしゃよっしゃ。